宇宙といえば無重力くらいのイメージがあるんですけれども、実際に言葉で表すのってなかなか難しいですよね。ということで今日私は体を張って楽しさをお伝えしたいと思います。もう雰囲気がアトラクションですよ。楽しみ。この特別展は2040年月面の長期滞在が実現した世界を科学的な知見をもとに表現していて、月面での暮らしを体験しながら楽しく宇宙について学べるというものです。まずはこの特別展を監修した惑星地質学者の佐伯和人さんに見どころを教えていただきました。今ですね、アルテミス計画といって有人月探査が再び始まろうということが話題になっていますけれども、その裏では月で水資源を採掘しまして、それをもとにロケット燃料を作ろうというプロジェクトが進行しています。そうするとその燃料を使って月から地球に戻ったり月から火星に行ったりということをができるようになるんですね。そうすると経済活動がどんどん宇宙に広がって、で人類の生活圏も月へ火星へと広がろうとしています。でこのネオ月で暮らす点では、そういう2040年に月の基地がどんな風になっているかなっていうのをできる限りいろいろ考えて再現したので、月の基地に来たという疑似体験ができるっていう風なことを目指してやっておりますので、地球から旅をして月基地に来て、で月での生活がどんなだったとかですね、月の外、基地の外はどうなってるかとか、そういうのをいろいろな体験やゲームを通じて感じることができるということになってますので、いろんなアトラクションをぜひトライしていただければと思います。最初にリポートするのは月面基地内の研究室、月面ラボです。ここに月の地表を覆ういわゆる月の砂レゴリスを模したものが展示されています。実際にここで触ることができるんです。ちょっとやってみますね。よいしょ。なんか見た目は小麦粉みたいと思ったら、触り心地もすっごいサラサラで、砂というよりはやっぱり小麦粉みたいですよ。すごい。こうしたものが月の地表を覆っている。ちょっとびっくりしますよ。展示ではこの月の砂から土を作り出し、月産野菜を作る研究試みが紹介されていました。そしてその野菜が、こちらは月面食堂です。で、この2040年代に実際に食べられるであろう献立などをイメージしているみたいなんですけど、月でもああやって定食が食べられる時代になってるかもしれないってことですもんね。月産野菜でいろいろと食べられそうですね。これは何でしょう。もし6分の1の低重力で調理したら、あ、なるほど、この月の重力で調理するとチャーハンこんなに上がるってことですか。こういうことですよね。こうすごい。そしてここもちゃんとフォトスポットになってるんです。いやー、本当にどこも飽きないですね。一番楽しみにしていたのが月面重力体験。体験用の宇宙服に着替え、月面基地ゾーンから月面ゾーンへ。わー、すごい楽しみ。よろしくお願いします。月面重力体験の準備です。天井から降りてきている部品と接続され、かなり上から引っ張られるので、はい、その場で少し耐えてもらって。怖い。はい、この場で、はい、え、ちょっと待ってください。この場で耐え、何の修行ですかこれ。結構引っ張る。後ろ、はい、はい、重心後ろ難しいですね。こんな感じ。あ、やばい、なんか持ってかれそう。はい、あともう少しですって。
張って、はい、屈伸して、はい、結構力がいる。うう、座る、はい、立ってください。立つ、足離してください、はい、おすごい、え、お、結構とかふわっとしますね。え、楽しい。あ、結構いけますね。え、これって高さどのぐらいまでいけるんですか、行こうと思えば。あ、そうなんですか。よいしょ、あ、蹴ってみる。あ、すごい。え、結構いけましたよね、今。あら、え、すごい。これ、子どもの時の夢が叶っちゃいますよ。特別展、ネオ、月で暮らす展は9月3日日曜日まで。チケット料金などはご覧の通りです。